皆さん、どうもこんにちは、ワンタン鉄道です。本日は名鉄から驚きのニュースが発表されたということで、急遽動画を作成しました。というのもですね、2023年5月24日に名鉄から駅員配置駅の見直しの発表があったんですが、なんとそこそこ利用者の多いはずの駅が無人化されるとのことでした。無人化の対処となったのは、三河線の佐投駅、豊田線の上水駅、甲和線の辰巳ヶ丘駅と住吉町駅です。そして最も驚くべきことは、無人化される4つの駅は利用者が少ないわけではなく、なんなら多い駅もあるということです。わかりやすく駅ごとにまとめましたので、そちらをご覧ください。佐投駅は三河線の駅で、当線の終着駅でもあります。特徴としては、駅に佐投検車区が併設されていて、豊田線及び三河線の車両を扱っています。名鉄の管理システムである駅集中管理システムが導入されている駅で1日の利用者は3000人ほどです。利用者数はあまり多くはありませんが、腐っても終着駅なのに無人化の対象になったのは驚きです。ちなみに以前は西中がね、駅方面まで路線が伸びていたので途中駅でした。無人化後は新型の券売機を導入し、定期券の継続や入チケットの購入を可能にするほか、モニターを設置して係員に連絡できるようになるそうです。上水駅は豊田線の駅で地下鉄、鶴舞線も乗り入れます。1979年に開業し、駅集中管理システムが導入されています。駅の利用者は約7300人ほどで、豊田線でも上位に入っています。都市によっては1万人を超えている都市もあるので、無人化は不思議です。無人化の地は佐投駅と同じく、新型券売機及びモニターの設置が計画されているようです。辰巳ヶ丘駅は甲和線の駅で、当線5駅目の駅です。辰巳ヶ丘駅も、駅集中管理システムの導入駅で利用者は約5000人ほどです。この地域は名鉄が新興住宅として開発したエリアで、ラッシュ時は混雑するため、特急の特別停車もあります。特徴としては構内に線路をまたぐ、昔ながらの構内踏切があります。無人化後は、待機と同じで、新型券売機とモニターを設置するようです。住吉町駅も甲和線の駅です。駅集中管理システムの導入駅で利用者は6000人ほどです。辰巳ヶ丘と似てるので詳しい説明は省きますが、朝1本のみ特急が停車します。他の駅と同様に無人化後は新型券売機及びモニターを設置するようです。以上が無人化される駅でした。ちなみに無人化は7月1日から開始するそうです。個人的には無人化は寂しいですし。ウプシュ自身、甲和線の沿線民なので、甲和線の駅の無人化は名残惜しいです。では、本日の動画はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。